おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。セブ市で行われた作戦で台湾軍の元兵士で自国で汚職の罪に直面している男が移民局の職員によって逮捕されました。移民局長のノーマン・タン・シンコ氏は逮捕された人物を36歳の台湾国籍のリ・チェン・ユーと特定しました。台湾国籍のリ・チェン・ユーは移民局の逃亡者捜索部隊と PNP の犯罪捜査及び検出グループの職員によって先週の木曜日にセブ市のバニラド地区で逮捕されました。彼のセブ市のアジトで台湾国籍のリ・チェン・ユーを逮捕するために運用者は追放令を持っていました。彼はすでに国のブラックリストにも掲載されています。マニラの台湾経済文化事務所によると、容疑者には台湾の桃園地区検察官事務所からの逮捕状があり、汚職の罪に問われています。台湾第6軍司令部の軍事従属サービス部門の元隊長であった台湾国籍のリ・チェン・ユーは、兵士の扶養家族向けに予約された土地のリース契約を偽造することで彼の地位を乱用したとされています。台湾国籍のリ・チェン・ユーは賃貸物件の家賃とデポジットを横領し、それは400万台湾ドル、12万8000米ドルに相当します。台湾国籍のリ・チェン・ユーは2020年3月8日にフィリピンに逃げてきてオーバーステイの外国人となりました。以上です。続いてのニュースです。バンサモロ地域の2つの州で地元のテロ組織と関係があると疑われるシャブの売人4人が水曜日から土曜日にかけて警察の別々の作戦で逮捕されました。まずマグインダナオ州のスルタンクダラットのラディア村で警察と住民の協力によって行われた一つの作戦で、ダウライスラミーヤとバンサモロイスラム解放戦線の情報提供者だと信じられているマグインダナオ人の農民アラディアナ・アングソ氏が逮捕されました。彼は警察の指揮官であるエスマイル・マディン中佐によって拘束されました。次にラナオ・デル・スル州のバコロド・カラウィのプブラシオン村で別の作戦でシャブの大物売人で、以前は解散したマウテテロ組織の一員だったと報告されているマラナオ人が裁判所からの逮捕状に基づいて平和的に逮捕されました。彼は現在ラナオデルスル州警察本部とバコロドカラウィ市警察署の監禁下にあります。さらにマグインダナオ州のバリラのマランソンで警察による罠にかかったイラン人の2人も逮捕されました。彼らは長い間州警察と情報機関の監視下にありました。これらの4人の売人はバンサモロ地域で活動するテロ組織とつながりがあると疑われており、シャブの密売によってテロ活動の資金を提供している可能性があります。警察はこの地域の治安と平和を守るためにこれらの売人とテロ組織の関係をさらに調査すると述べています。以上です。続いてのニュースです。フィリピンのブラカン州プリランの町で53歳の男性が不法に所持していた多数の銃器を押収されました。男性はペドロ・カルデロンという名前で既婚で失業中でした。彼の自宅には警察が捜索令状を持って訪れた時に 9mm 拳銃や22口径ライフル、30口径カービンライフル、エアガンライフル、マグナム22リボルバーなどの様々な種類の銃器が見つかりました。またそれぞれの銃器に合わせた弾薬も多数押収されました。カルデロンは銃器及び弾薬の不法所持に関する法律に違反したとして逮捕されました。ブラカン州警察は押収された銃器を検査するとともに、カルデロンがなぜこれほどの銃器を所持していたのか、その目的や背景を調査しています。この事件はフィリピンで銃器の不法所持や流通が深刻な問題であることを示しています。以上です。続いてのニュースです。フィリピンの 75%、 つまり4人中3人が政府のインフレーション対策が不十分であると感じています。これは2023年12月10日から14日にかけて行われた最新のオクタ調査に基づいています。
この調査では満足している人はわずか 6% で、未決定の人は 19% でした。2023年10月の調査ではフィリピン人の 8% が政府のインフレーション対策に不満を持っていました。これは前回の 14% から大幅に減少しました。一方、不満を持っている人は 64% から 11% に減少しました。フィリピン統計局の記録によれば、今年の1月にはインフレーションがわずかに 2.8% に下がり、これは2023年10月の 4.9% よりも低い数値です。一方、フィリピン人の政府の貧困対策に対する満足度は 29% から 14% に下がり、不満度は 31% から 46% に上がりました。残りの 40% は未決定です。また、政府の雇用創出に対する満足度は 33% で、不満度は 31% です。食料安全保障に対する満足度は 34% で、不満度は 32% です。政府の飢餓対策に対する満足度は 39% で、不満度は 23% です。汚職と腐敗に対する戦いに対する満足度は 41% で、不満度は 26% です。政府の税金削減に対する満足度は 46% で、不満度は 17% です。政府の貧困層への援助に対する満足度は 48% で、不満度は 20% です。これらの結果は、フィリピン政府の経済政策に対する国民の評価を示しています。これからの政策改善に期待が寄せられます。ニュースは以上となります。最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価、サンクスいただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。では、ごきげんよう。